何柱国南柱国工作とは、日中戦争末期の1945年4月以降行われた、何柱国による日中戦争の和平工作。小磯内閣が退陣して、鈴木貫太郎内閣が成立して間もない1945年4月20日、大日本帝国陸軍は、台米、大蘇戦備上改めて日中戦争の収束を、図るべく対。 中継及び大延安工作の準備を整えた。この時点においては、すでに戦況が最終局面に達したとの判断から、南京国民政府の存在にとらわれず品派遣軍、総司令官独自の行動を認めることとし、これを内閣総理大臣、陸軍大臣、海軍大臣、外務大臣による四小会議で了承し、陸省の責任において実施に移すこととしたのである。 これに対する総軍の回答は万難を排して実行するというもので担当者に選ばれたのは総軍参謀副長の今井武雄であった。重慶軍の南柱国上将の特使と連絡を取りつつあった今井少将は大本営の対重慶工作商人と共に7月上旬に南京市を出発し中国戦区内を秘密裏に移動して 安岐省境に近い河南省珍急で南省軍と会見の場を持った。しかし、何柱国司令官は、回路宣言の発せられた原価においては、日中間の単独和平はありえないとして、これを拒否した。ただし、中国としては一万一日本の要請があるならば、日本の和平提案を連合国側に取り継ぐことはできると述べ、日本は満州、朝鮮、台湾、 カラフトは放棄しなければならない胸の意見を伝えたという。南京に戻ったイマイは、総軍司令官の岡村康二に、事後報告をした上、大本営にも書面で通告したが大本営からの返答は寄せられなかった。ありがとうございます。